目玉はうなぎの髪のりです。先ほども紹介した通り、クリスティンさんもうなぎを触るのが大苦手。こんな経験があるからこそ盛り上がるに違いないと思いついたんだとは。さて、お客さんの反応は。お客さんも絶叫。クリスティンさんの狙い通り大盛り上がり。職場体験の後はお客さんをおもてなし。お吸い物は気持ちいいか新しい。この日は5組10人のお客さんが参加。今の職場体験、なかなか好評だったようです。ありがとうございました。日々の中でもクリスティンさんがずっと大事にしてきたもの、家族の。この日は甥っ子やケント君の友達も一緒に山梨県の古民家で1泊2日。